イブラヒムバはセネガル出身の元フランス代表サッカー選手。ポジションは MF。現在はセリエ AAC ミランのアフリカ担当スカウトとして働いている。父親イブラヒムバはセネガルを代表するプロサッカー選手。幼少時代をセネガルで過ごし、10歳の時フランスに移住。フランス国籍を取得した。パリ・サンジェルマンなどの下部組織に所属し、 91から92シーズン、フランスのルアーブル AC とプロ契約。1シーズン目こそ、出場機会は少なかったものの、翌シーズンには28試合に出場し、以後95から96シーズンまでルアーブルの主力選手として活躍した。1996から1997シーズンには、ジネディーヌ時段と入れ替わるようにして FC ジロン論団、ボルドーに入団。 35試合に出場し、自己最多の6得点を記録するなど一気にブレイクした。持ち前のスピードを生かした迫力あるドリブルと、正確なクロスを合わせ持つ場は、派手なルックスも手伝って、一躍注目を集めるようになり、サッカー界のデニス・ロットマンとも形容された。1997年1月22日のポルトガル戦では、フランス代表としての初キャップを記録し、 馬はこの試合で代表初ゴールを挙げている。ボルドを並びに代表での活躍が認められ、翌97から98シーズンには、名称ファビオカペットの要望により、イタリアの AC ミランへの移籍を果たした。移籍金は1200万ユーロを超えたと言われる。当時のミランは、低迷期を迎えていたが、馬は、セリエ A 初参戦にして、右サイドの定位置を確保。 31試合に出場した。第2節のラツヨ戦では、セリア A 発ゴールも記録している。フランス代表においても、順調に出場を重ねていた場だが、自国開催となる98年ワールドカップを目前にして、大会の登録メンバーから外れた。また、ミランにおいても、98から99シーズンには、カペットの後を受けた、アルベルト・ザッケローニの信頼を勝ち取れず、 新加入、トーマス・ヘルベグの控えに甘んじた。結局、1998年1月28日のスペイン戦を最後に、フランス代表のピッチからも遠ざかっている。翌99から00シーズンは、開幕前からザッケローニの戦力構想から外れたため、ミランのチャンピオンズリーグ登録メンバーに、場の名前はなかった。出場機会を求めた場は、 セリエ A 開幕直後の9月14日に、当時、中田秀俊が在籍していた AC ペルージャへ、シーズン終了までの期限付きで、レンタル移籍した。ところが、ペルージャでの場は、デビュー戦となる、第3節カリアリカル除戦でのファビオマチェラーリに対する、頭ツキ事件や2000年2月の右膝手術もあって、満足な成績を残せぬままミラーに復帰した。00から01シーズン。 場の出場機会はますます限られたものとなり、翌01から02シーズンには再びレンタルの形で、フランスのオリンピックマルセイユに放出された。5シーズンぶりの母国期間によって、復調のきっかけをつかみたい場であったが、結局マルセイユでの定位置確保はならず、往年の輝きを取り戻すには至らなかった。冬には、レンタル期間の満了を待たずして、ミランに復帰した。 翌02から03シーズンは、プレシーズンマッチで久々に好調をアピールしたものの、いざシーズンが開幕するとカルロアンチェロッキ監督が、ポゼッション重視の熟成路線を歩み始めたため、場の出場機会は皆無に等しくなり、場は、ミランのユニフォームに別れを告げた。ミランを去った場は2003年9月、イングランドプレミアリーグに在籍する、ボルトンワンダラーズ FC のトライアルに合格し、 三ヶ月間の短期契約を結ぶに至ったが、またしても満足のいく、出場機会が得られず、新契約のオファーを拒否。03から04シーズンの閉幕をもって、トルコのチャイクル・リゼスポールに移籍した。ところが、リゼスポールではわずか2試合に出場しただけで、途中退団。冬の移籍期間にトライアルを受けて、スウェーデンの強豪ユール・ゴーデン・イフに電撃移籍した。 ユールゴーデンとは2年契約を結び、2005年シーズンには、久しぶりに、リーグ戦での得点を記録したが、その後は、出場機会が激減し、2006年1月には、契約を1年残したまま退団。以後、1年以上にもわたり無所属の状態となった。07から08シーズン、かねてから練習に参加していたフルスミランと契約し、周囲を驚かせたが、 かつてのレオナルド同様、将来のフロント入りを前提とした契約であり、結局このシーズン、場は一度も試合に出場することなく、シーズン終了後の2008年5月21日、現役引退を発表した。引退後は、ミランのアフリカ担当スカウトに就任し、新戦力の発掘にあたる。ジダンラと並んで、将来を職望されていた逸材も、 怪我と出場機会の喪失には勝てなかった。ありがとうございます。